フランシスコ・ピサロ・フランシスコ・ピサロは、スペインの軍人、探検家、コンキスタドール、ペルーのインカ帝国を征服したことで有名である。カスティーリャ王国エストレマドゥーラのトリヒージョの生まれで、父は、ゴンサロ・ピサロ、母は、フランシスカ・モラレス。父は、軍人で小貴族、母は召使いであったと言われる。教育されず、文字も知らないままで育った。 1498年から1502年にかけてイタリア戦争に参加した後、1502年にニコラスでオバンド総督の着任公開でエスパニョーラ島へ渡る。1513年にバルボアのパナマ遠征に同行し、太平洋に到達。ペルラス諸島滞在中に黄金号ペルーの情報を得て、探検家ディエゴであるマグロと共に、 1524年と1526年の二度に、渡り南アメリカを探検し、苦労の末、都市トゥンベースまで進んだ。その都市は、広大な領土を保有する国の一部であることを発見した。1528年に、スペインに戻り、カルロス一世からペルー支配の許可を取った。征服の権利や、搾取の特権、貴族の位も得て、 ヌエバ・カスティーリアの総督に任命され、4人の兄弟たちと募集した兵士と共に1530年、パナマに戻った。1531年には、約180人の手勢と37頭の馬を、率いて、パナマを出港し、ペルーへの侵入を開始した。サンマテオ島で、騎馬隊を下船させ、ドゥンベスまで南下し、サンミゲルデピューラを建設した。その後、 インカ皇帝アタワルパを追って南心した。1532年にカハマルカでアタワルパと会見し、その場で生け取りにした。アタワルパの身の白金として莫大な貴金属を受け取ったが、アタワルパが存在する限り先住民が彼をリーダーに担いで反乱を起こす可能性があると判断し、約束を保護にして1533年7月26日処刑を完工した。 アタワルパは自身を太陽の子と信じ、いつか復活して報復すると誓いつつ死んでいったという。その後もピサロはインカ帝国の分裂を巧みに利用しながら進撃し、11月にはインカ帝国の首都であるクスコに無血入場した。インカ帝国を滅ぼし、クスコを制圧したが敵対するインディオの大軍に包囲されていたため、パナワなどのスペイン人居留地と接触しやすい。 沿岸地域に町を建設する必要があったことから、1535年6月に、シューダーデロスレイエースを建設した。しかしその支配地の分配、特に、クスコの領有権をめぐって、ディエゴであるマグロと対立し始め、1537年から内戦が始まった。1538年4月に、サリガスの戦いで、アルマグロを破り処刑した。戦いに勝利した。 ピサロではあったが、スペイン本国の支持を失い、1536年には、カルロス一世に、アタワルパを、無実の罪で処刑したとして、死刑を宣告され、結局1541年6月26日に、アルマグロの維持一派に、リマで暗殺された。埋葬されなかった、ピサロの遺体は、ミイラとして、現在も残されている。母国スペインでは、英雄で、 1992年から2002年のユーロ導入までスペインで発行されていた最後の線、ペッセタ紙幣の裏面に肖像が使用されていた。現在のペルー人は、インディオはもちろん、根結であるメスティーソの多くも自らのルーツを、インカ人と捉えており、ピサロは、先祖が築いたインカ文明を破壊した人物という、認識を持っている。 このためリマ県と400周年を記念に1935年にピサロの故郷のスペインエストレマドゥーラからリマ市に送られたピサロの騎馬像は最初は大聖堂の前に置かれていたが市民の反発で1952年に道一本隔てた大統領府前のアルマス広場の片隅に移されたその後1990年代に再度反対運動が起こって2004年 リマ市長の命令により、国民感情にそぐわないとの理由で撤去され、跡地にはペルーの旗が掲げられた。騎馬像は今、リマ市内の旧市街のリマック川沿いの城塞広場に、台座のない状態で置かれている。ありがとうございます。